こんにちは。アドベンチャー沖縄です。本日は2020年8月31日、旧盆初日運慶の日です。時刻は午後4時頃です。なんと沖縄地方にはこの旧盆初日に、大型で強い台風9号が接近しております。那覇市午後4時には那覇市の南250キロの海上にあって時速30キロで、沖縄本島に向かって進んでおります。中心気圧が955となっており、まあまあ強い台風ですね。今後さらに発達するそうです。僕はですね、ここ宜野湾市を、車で走りながら台風実況をお伝えしたいと思います。現在三栄大山シティの前にいますが、午後4時に三栄は全店休業しました。敷地内に入ってもですね、警備員がなんか止めてるんですよね。ご覧の通り雨風が結構強いです。前回の台風8号よりもかなり強風域なんですけど、まだかなり風が強いです。あと数時間後には暴風域に入ってもっと天気が荒れるそうですね。やばいですね、風が。左手にあるガソリンスタンドもですね、休業しています。路線バスは午後3時に全て運休になったそうです。今回送のバスがたまに走ってるぐらいですね。午後になって急速に雨風が強まっております。ご覧の通りです。街路樹が大きく揺れております。被害もあったのでしょうか、たまに救急車や消防車などが通ってきますね。かなり強い風が吹いていて雨も降っております。沖縄本島地方には暴風、波浪、高潮警報が出ており、今後50メートルぐらいの風が吹くそうです。かなり久しぶりに大きい台風が来ている感じですね。もう三栄は閉まってます。そしてイオンも午後5時には閉まるようです。ということで本日は、宜野湾市内を走りながら、大型で強い台風19号の台風9号の暴風域に入りそうな、那覇の様子、那覇じゃない、宜野湾の様子についてお伝えしました。あんな感じでバスが回送路通ってますね。車も少ないです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。